ヤシマデラは、ヤシマの南霊三条にある神言、総室派の寺院。四国八十八箇所霊城の第八十四番札書。本尊神言、御馬らたらまき陸越え、ええあずさゆみ島の宮に詣でつつ、祈りをかけて勇む竹織衆の海祖である元人が、天平商法六年朝廷に招かれ、奈良に向かう途中に当地を訪れて改装し、その後で死で、 東大樹海団員の慶雲が、お堂を建立し、八島寺と称し初代住職になったという。ここから1キロメートルほど北の北麗山城に、八島寺前身とされる、千馬道遺跡がある。その後の時代の古代、山城矢島城の閉鎖に伴い、南麗の矢島城本部跡地に八島寺を創設したと、される。すなわち815年。 佐賀天皇の直眼を受けた空海は、お堂を北霊から南霊に移し、千樹観音像を安置し本尊とした。天略年間名達が四天皇像と、現在の本尊となる十一面千樹観音座像を安置した。明徳二年の最大寺松寺町に八島寺と、八島普玄寺の名があり、当時は、奈良、最大寺の松寺であったことがわかる。高松藩主、伊駒和正は、 慶長6年に八島寺の寺二25国を安ど。近世を通じ、当時は高松藩の保護下にあった。現在も国有林部分を除いて、八島三条の敷地のほとんどは八島寺の所有である。江戸時代初期まで本土と離れた島であったが、寛永14年高松藩主、生駒高俊により、陸続きとなった。 その後、藩主、松平よりしげが旧跡を惜しんで、昇法四年本土との間に水路が復元された。歩き変路は三門を通り、四天門を通って正面に、本堂。本堂の手前を右に進むと右手に、農協所。正面に、大使堂がある。車変路は、東大門から入っていくことになり、仙台堂、三体堂、大使堂の順になる。 火事水福江なし編上院の道から約500メートル、直進すると右側に駐車スペースが数台分あり、歩き始めて、すぐに火事水があり、中ほどに、福江なし、そして畳石があり、全工程約30分整備された、遊歩道を登ると山門に達する。本堂 JR 八島駅あるいは琴出宮島駅から、1時間に1本、八島山上一気シャトルバスが出ている。 料金は100円。http://www.kotoden.co.jp:/publichtm:/bus:/lowzen:/iashima:/index.html。高野さんさぬき別院の本堂明治16年時の、高野さん館長により、工房大志像をさぬきに誕生、その像を祭るため、 大正5年より着手し、大正8年10月21日に開院その後、高松空襲で消失するも、昭和37年本堂復興となる。宿泊可能。駐車場12台バス1台。農業家、ありがとうございます。